システムショックは、ルッキンググラステクノロジーズが開発し、オリジンシステムズが1994年に発売したアクションロールプレイングゲームである。本作は2072年の架空の宇宙ステーションを舞台にしたサイバーパンク作品でもある。名もなきハッカーを操作して人工知能の野望を打ち砕くという内容になっている。本作は、 当時の一人称視点ゲームとは異なり、本当の意味で三次元と言える環境を実現しており、プレイヤーの動きに合わせて視点が上下するようになっている。批評家はこのゲームを評価し、このジャンルの中で大革新になると称賛した。そしてこのゲームは、多くの名誉あるリストに載せられた。このような技術面及び批評面の評価は高かった。ものの、本作の売れ行きは、 同ジャンルのゲームと比較してかんばしいものとは言えなかった。続編、システムショックには、ルッキンググラススタジオと同社の元従業員が、独立して立ち上げた開発会社イレーショナルゲームズが1999年にリリースした。また、本作の発売から21年が経過した2015年9月22日。 復刻版となるシステムショックエンハンスドエディションがゴグドットコム並びにスティームで配信開始された。2021年にはビンジによる実写化プロジェクトが発表され、2022年の配信が決定された。本校ではシステムショックエンハンスドエディションについても解説する。本作は 三次元コンピュータグラフィックスで構成された世界をプレイヤーが一人称視点で動き回るというシステムになっている。このゲームのインターフェースは自由に動けるマウスカーソルが表示されるヘッドアップ表示装置がプレイヤーの視界となっているという点で共通しているウルティマ・アンダーワールドザスティジアン・アビスと比較される。この表示装置は プレイヤーの操作するハッカーの動きに合わせて上下左右に動き落ちているアイテムをハッカーが拾ってドラッグして自分のものにできるようになったり近づいてくるものを知らせてくれるまたこれ以外にも表示装置の画面上には計測器や地図といったウィンドウがいくつかあるゲームの主な舞台である下出るステーションは何、層にも分かれた宇宙ステーションで プレイヤーはそこを探検しながら敵をやっつけたりパズルを解いたりする。プレイヤーは記録用ディスクを読んだり電子メールを受け取ったりしながら情報を得る。NPC がプレイヤーに直接通信を取ったりすることはない。ゲーム中には仮想空間に入れるコンピュータのターミナルがある。仮想空間の中でプレイヤーはワイヤーフレームの 3DCG で描かれた世界を ふわふわと飛んでいって、情報収集したりコンピュータの中のセキュリティシステムと戦う。また、仮想空間上でなければ開かない扉があるなど、仮想空間で起きた出来事が、ゲームの中の現実世界に影響を及ぼす場面もある。プレイヤーは治療ツールや、鉛パイプ、ダート銃、皮膚パッチといった、様々な武器やアイテムを拾って、自分のものにして使用することができる。 コピーのうち、皮膚パッチは、怪我の治療や攻撃力の強化に役立つ一方、疲れやすくなったり四季核に異常が出るなどといったデメリットもある。また、ポインターやバリア発生装置やヘッドライトといったマシンなどもゲーム中で手に入れることができるが、これらの機械の利用には、プレイヤーの体力を必要とする。 システムショックでは16種類の武器を手にすることができ、うち7つを同時に持ち運ぶことができる。発射物を変えることで効果が変わるものもあり、ダート銃の場合、針型爆弾と麻酔弾の2種類の弾がある。エネルギー銃は弾薬補充の必要がないが、プレイヤーの体力を消費する。また、先ほどのダート14針型爆弾以外にも、手粒弾や、 取り付け式次元爆弾、地雷といった爆発物も,も手に入る。敵によって、ダメージ効果のある武器が異なり、例えば電磁パルスを用いた武器はロボットに有効で、あってもミュータントには無効である。主人公である名もなきハッカーは、トリーオプティマムコーポレーション社が所有する、宇宙ステーション下出るステーションについてのファイルに、アクセスしようとして捉えられる。主人公は、 タデルステーションに連れて来られ、トリーオプティマム社の社長であるエドワード・ディエゴの前に差し出される。ディエゴは解放と軍事用神経インプラントを報酬として与える代わりに宇宙ステーションをコントロールしている人工知能初段をハッキングしてほしいと頼む。主人公が初段をハッキングして倫理のリミッターを取り除いたことにより、初段はディエゴの支配下に置かれ、主人公は 約束通りインプラントを埋め込んでもらう。手術後、状態を安定させるために6ヶ月間眠った。主人公が目覚めた時、初段は宇宙ステーションを支配していた。宇宙ステーションで働いていたロボットたちは人間に反抗する要塞プログラミングされており、生き残った人間の乗組員はミュータント化しているか、サイボーグとして改造されていた。 トリオプティマム社の対テロリストコンサルタントであるレベッカ・ランシングはプレイヤーであるハッカーに救援を頼み、初段が世界の主要都市を破壊して自らが神になるべく仕立てるステーションの採掘用レーザーを強化して地球に向けていると話した。彼女は依頼を引き受けてくれたらディエゴ社長と主人公の取引の記録を消去すると約束し、主人公はそれを引き受けた。 記録用ディスクに残っていた情報をもとに彼はレーザーが下出るステーションのシールドに発射されるよう仕向けた。野望を阻止された初段は乗組員に対して用いた遺伝子を変異させるウイルスを地球に送り込もうと企んだがハッカーがウイルス培養ポッドを廃棄したため行動は失敗に終わった。またもや主人公によって野望を阻止された初段は自身を 地球のコンピュータネットワークにダウンロードすることにしたが、レベッカが起点を聞かせたこともあって、転送用のアンテナを破壊された。その直後、彼女はトリーオプティマム社に宇宙ステーションの破壊を脱進したことを伝え、主人公に破壊方法を教えた。必要なコードを入力した、主人公は、下出るステーションの自爆装置を起動させ、脱出用ポッドのあるところへ向かったが、 そこには、初段によって、強力なサイボーグとなったディエゴが立ちはだかっていた。ディエゴを、あっさりとやっつけた、主人公は脱出しようとするが、初段に、ポッドの射出を妨害される。初段は、主人公を閉じ込めようとするが、ブリッジが初段ごと安全な場所へと言い出された。レベッカは、主人公にブリッジに行けば大丈夫だと言われるが、初段が通信を妨害した。 主人公がブリッジへ向かった直後、ステーションは爆発した。脱出した時、初段の妨害信号を分析していた技師から通信が入り、初段のメインフレームは固いシールドで守られているため、初段は仮想空間でしか倒せないと教えられた。主人公はメインフレームの近くにターミナルを設け、初段と戦う。戦いの後、 トリーオプティマムに入社しないかと持ちかけられるが、主人公は、ハッカーとしての自由な生活を送りたいとして、その頼みを断る。本作の構想は、ウルティマ・アンダー・ワールド2、ラビリンス・オブ・アールズ制作が、最終段階に入っていた1992年12月から1993年1月に、出されていた。ダグ・チャーチは、 マサチューセッツにいるオースティング・ロスマンとボール・ニュー・ラスのアドバイスを受けつつ、このゲームのプロデューサーであるウォーレン・スペクターと共に、ルッキング・グラス・テクノロジーズの新作ゲームのアイデアをまとめるために、システムショックの販売元であるオリジン・システムズのテキサス本社にいた。チャーチによると、開発チームは今まで自分たちがダンジョン探索型のゲームばかりを作ってきたから、今度は、 ファンタジー要素なしの没入型シミュレーションゲームを作ってみようということになった。当初は現代を舞台にしてはどうかというアイデアも出たが、チャーチによるとなぜ主人公が電話をかけたり、電車に乗ることができないのかといった多くの疑問点が浮かび上がったため、そのアイデアは没になった。チャーチはマサチューセッツ州のルッキンググラスに戻り、 グロスマンとノイロットの3人で、いくつかの SF ゲーム向けの舞台設定のアイデアを出した。スペクターによると、当初このゲームは、ウィング・コマンダーシリーズのスピンオフという位置づけで、タイトルも、エイリアン・コマンダーだったが、すぐに変更された。スペクターは、自分と、チャーチが、コマンダーシリーズ及びウルティマシリーズの世界観に、とらわれず、 自分たちが純粋に好きなことは何でも盛り込んだ、と後に振り返っている。4人は協力して、そのゲームに対して、プレイヤーが、どのように反応するかを描いた、ゲームプレイを書いていた。例えば、チャーチは、プレイヤーは監視カメラの作動音を耳にする。すると、監視カメラはプレイヤーを排除対象として捉え、警告音を発する。プレイヤーが箱の陰に隠れる。 その時ドアの開く音がし、プレイヤーは監視カメラに向かって手榴弾を投げ、その場から去ると書いた。4人のやりとりには、それぞれの状況の応じた非直線的な可能性にあるヒントや、ゲームシステムに関する有用なアイデアもあった。ポール・ニューラスが初期のゲームデザインに携わっていたのにもかかわらず、ニューラスはそのプロジェクトの中心にいたのはチャーチであると述べている。 チャーチとグロスマンはチーム内で出たアイデアをまとめゲームのデザインと方向性をはっきりさせた。後にチャーチはこの三段落にわたる2枚のゲームプレイに関するアイデア集からたくさんアイデアを引き出したと振り返っている。ゲーム制作が始まる少し前、トライブというバンドのベーシストであるグレッグ・ロピッコロがルッキンググラス社で働いている友人を訪ねたところ そのバンドのファンが多かった開発チームのプログラマーたちに一緒にゲームを作らないかと持ちかけられ最終的にそのゲームの音楽を担当することになった。1993年開発チームは開発に乗り出した。その時初めて直面した課題は3次元の世界を表現しなおかつ一歩進んだプレイを可能にしてくれる新たなゲームエンジンの開発が必要であることだった。 チャーチはアクションに重きを置いた。このゲームを、ウルティマ・アンダー・ワールドの副産物だと位置づけた。しかし、彼は、エキサイティングで、アクティブなプレイができる環境が整っている。このゲームは、プレイヤーを緊張させ、疑心暗鬼に陥るような場面もなく、絶え間なき戦闘もありませんと話し、このゲームはプレイヤーがその世界にいると感じさせる、作りになっていると話した。このゲームを、 ウルティマ・アンダー・ワールドより勝るものにすべく、ゲームデザイナーたちは、ゲーム後半部における、RPG の要素とシミュレーションの要素を合理化させ、プレイヤーの体感したことのないような場面はカットした。スタッフは、プレイヤーを、フィクションの世界に押し込み、強ざめしたプレイヤーが、現実に帰ってしまうような要素を盛り込まないつもりで、開発を続け、もしこのゲームが絶えまない緊張も、 疑心暗鬼もなければ、ただこのゲームが続いていると感じるだけであると考えていた。この方針を追求した結果、プレイヤーが NPC と直接対話する場面は排除され、E メールやログディスクにより情報を得てゲームを進めていく形となった。続編、システムショックにのプロジェクトマネージャーであるジョニソンシェは、1994年、当時の技術で、 NPC とのコミュニケーションを楽しめ、かつ信頼を置ける形で盛り込むのは無理があったと後に話している。このゲームの中の電脳世界は当初初段の両親を再起動させるほど本格的なハッキングをシミュレーションできるように設計が進められていたが、オリジンシステムズからあまりにも複雑すぎると指摘された。結果、簡略化された。スペクターのプロデューサーとしての仕事は、 このゲームを販売会社の経営陣に紹介することで彼にとっては大きな挑戦だった。スペクターはいつも経営陣は制作者のやることを理解できているとは限らずそのため多くの企画が没になったり開発に遅れが生じてきます。と話している。彼はエレクトロニックアーツから商標権を ルッキンググラスとは著作権に関する契約をそれぞれに対して結んだ。彼の最終目的はどの団体も他社の影響なしに販売権を持ち続けることがないようにすることだった。ルッキンググラスは当時本作と同時に開発されていたフライトアンリミテッドを自社製品なので何としてでもヒットさせなければならないと薬器になっていたためルッキンググラスの国内販売担当者は システムショックどころではなかったとチャーチは後に振り返っている。ゲーム内の効果音などはロピッコロが録音し、会話パートの音声は彼の友人に担当してもらった。初段の声はロピッコロのバンドであるトライブのメンバーテリー・ブローシャスが担当した。ロピッコロはトライブが解散する1994年5月までの16ヶ月間、契約社員として ゲーム内の音響を担当した。バンドが解散すると、翌日からネットラーナーは、ロピッコロを正規の音響監督として働かせた。彼は、マッキントッシュのコンピュータと安いシンセサイザーを用いて、作曲し、プレイヤーの動きに合わせて、ダイナミックに変化するその音楽は、ボストンヘラルド氏によって、暗く電子的でサイバーパンクだと評された。 ロピッコロはこの手法を用いる際、上つかないように全体のテーマに沿って作曲することが重要だとしている。1994年9月に発売されたフロッピーディスク版には音声による会話がなく、同年12月に発売された CD-ROM になって、E メールなどの読み上げ機能が追加され、マルチディスプレイ表示も可能になり、グラフィックも向上した。CD-ROM 版が フロッピー版より評価されることも多く、ダグチャーチは、フロッピー版ではなく、CD 版だけを出させたかったが、販売側が聞く耳を持たなかったと振り返っている。システムショックのプロデューサーであるオーレンスペクターも、フロッピー版の発売について後悔しており、もし過去に戻れるのなら、フルボイスの CD 版が出る、数ヶ月前の自分に、フロッピー版を出すのをやめさせたい。 音声が追加されただけで別のゲームになってしまった。CD 版の方が現代的で品質が高かった。そしてマスコミやユーザーはフロッピー版でシステムショックのイメージを固めてしまい、それが我々の売り上げに響いてしまったと話している。開発チームは w a t コム c o m C-C コンパイラを用いて本作のエンジンを32ビットコードで1から作り上げた。このエンジンは テクスチャマップや勾配のある完全な 3DCG の世界を表現することができた。また、画面上に光を放つ物体がある時のように、部分的に光が当たっている状態も正しく表現することができた。ゲームの重要なフィールドは、プログラマーであるジェームズ・フレミングが担当した。デザイナーたちは、ゲームの世界を作り上げた上で、 多様性を増長させるためにゲームエンジンのレンダラー部から抜け道的な使用法を見つけ出してはこれを利用した。レンダラー部のコードを書いたチャーチですら一見しただけではデザイナー陣が各機能をどうやって実現しているのかわからなかったと後に振り返っている。しかし高機能なエンジンの使用によりもともと良いとは言えなかったパフォーマンスはこうした細部にわたる。 機能の駆使によりさらに悪化し、開発中、チームはゲームの最適化にずっと苦労することになった。当初、開発チームはポリゴンを用いた 3D のキャラクターモデルを作りたいと思っていたが、スケジュールの都合上を諦めざるを得なかった。シェーマス・ブラックリーが担当した、このゲームの物理システムは、もともと、フライト・アンリミテッド向けに書き出したものを、自らの手で改変したものだった。 チャーチはこの物理システムについて屋内を舞台にしたゲームで通常用いられるものに比べてはるかに高性能だと評した。そのゲームシステムは投げられたものがこう描く様子や武器の反動を司っており投げられたものの移動についてはそのものの重さや投げられた速度に合わせた動きになっている。ゲーム中最も複雑であった物理モデルは プレイヤーキャラクターの物理モデルである。チャーチは物理モデルについて、キャラクターが走り出した時その頭が傾き、立ち止まった時その頭が心持ち後ろに下がる。そしてキャラクターが何か平面化物体にぶつかった時、キャラクターの頭はぶつかってきた方向とは反対の方向に動く。その際、ぶつかったものの質量とぶつかる速度は比例する。と解説した。 ルッキンググラステクノロジーズのゲームで物理システムを構築したことについて、ブラックリーは後に、もしゲームが物理法則を無視していたら、プレイヤーはどこか不自然さを感じるでしょう。物理のことはよくわからないが、物の動きは自然なようだ。そう感じてもらえれば、私にとってこれに勝る惨事はありません。と語っている。このゲーム自体の売上数は17万本で、 当時発売された他のコンピュータゲームと比較してよく売れたというわけではなかった。ゲームスパイは売れ行きの割に非評価を受けしたこのゲームの商業的な動向をヴィンセント・バンゴッホの絵に例え、ドゥームにでみんなが夢中になっている間に1994年に出た中で最も素晴らしいゲームが現れ、そして去っていったと評した。 PC ゲーマーはこのゲームを読者に強く進め、このゲームにベストアドベンチャー、ゲームオブ1994という賞を授けた。ゲームバイツは、パフォーマンスに難があるとしつつも、このゲームを技術的な脅威とした。コンピューターゲーミングワールド氏は、スケールや、物理的なシステム、3D、仮想空間の素晴らしさから考慮した上で、ただ、すごいの一言と激称し、 5段階中4と評した。一方で、批判点を緊張感がない、ステージごとによる違いがはっきりしていないとした。ネクストジェネレーションマガジンは、本作を多くのものに支えられたストラテジー性ゲームとアクションゲームの融合と評し、5段階中4を出した。本作は、FPS ゲームに大きな影響を与えたとされる。ガンマスートラの記事において、 UBI ソフトのパトリック・レディングはシステムショックが取り入れた多くの要素が昨今の SFK シューティングゲームにおいてほとんど必要不可欠のものとなっているという事実を見ればこの一本のゲームがもたらした影響の大きさがわかるだろうと評したゲームスパイはこのゲームがメタルギアソリッドシリーズバイオハザードシリーズハーフライフシリーズなどといったストーリーのある アクションゲームに影響を与えたと評した。ユーロゲーマーはシステムショックシリーズは優秀な一認証視点ゲームの基準点となり、その他多くのゲームのデザインに影響を与えるきっかけとなったと注目した。システムショックは自分たちの作品に影響を与えたと述べるゲーム開発者もいる。ウォーレン・スペクターは自らの手によるデウス X について ルッキンググラス社のみんながシステムショックのようなゲームで築き上げた基礎に根ざしたゲームを望んで開発を行ったと明かし本作の開発者にしてイレーショナルゲームズの設立者の一人であるケン・レビンはシステムショックの精神はプレイヤーが自身の運命を決めるゲームスタイルであるゲームデザイナーのお膳立てに従ってゲームが進んでいくのではなく プレイヤーがゲームを進めていく。都市、イレーショナルゲームズでのゲーム開発においても、我々が作りたいと望んできたのはそういうゲームだとした。また、このゲームに登場する初段は、コンピュータゲーム史の中で、最も影響力のある、ライバルキャラ兼女性キャラクターとしてよく知られている。発売から1年後、このゲームは、PC ゲーマー、ゲームスパイ。 コンピューターゲーミングワールドなどの伝道に掲げられている。1999年にリリースされた続編システムショックには本作の事件から42年後の世界を描いており、初段も登場する。また終盤において初段は宇宙船を下出るステーションにするために現実世界に変動をもたらした。2013年5月11日にはスティームでの 配信が開始された。本作の復刻版であるシステムショックエンハンスドエディションは2015年9月22日にゴグドットコムとスティームで配信された。システムショック2の開発元であるナイトダイブスタジオリメイク版の開発を行った。エンハンスドエディションはマウスルックおよび高画質化に対応したほかアイテムのユーザーインターフェースやバグの改善が行われた。 2015年11月半ば、ナイトダイブスタジオは、システムショック,クックシリーズのフランチャイズ権を獲得した、ことを発表し、ユニティを用いたリメイク版の制作に着手している、ことを明かした。これとは別に、ポール・ニューラスが立ち上げた、デベロッパー・ザーサイド・エンターテイメントは、ナイトダイブスタジオから許諾を受けた上で、システムショック2の続編、 システムショック3の制作を開始し、ウォーレン・スペクターがディレクターとして参加することが決定した。ABCDF e スビマゴ21年を超え、システムショックエンハンスドエディションが配信開始、テレビ CM や攻略も、ゲームスパーク2016年2月26日閲覧、システムショックアットイグノ、イグノ2007年3月14日閲覧、 A.B. エリック、ジョン・ルース・スル・ウォー・カルチャー、ファイブ・ザット・フェル。2007年10月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年10月4日閲覧。A.B.C. ポール・ C. シ,シュイティマ、初段 AT ・ザ・サイバースペース・コラル。コンピューター・ゲーミング・ワールド、250、252、254。A.B. ザ・ファースト・アニュアル・ PC ・ゲーマー・アワーズ。PC ・ゲーマー、44。 45、47、48、AB、ザ・ガンマ・スートラク・アンタム・リープ・アワーズ、ファースト、パーソン・シューターズ。2007年3月28日閲覧。ABCDEFGH ・ターナー、ベンジャミン、GAMESPY.COM、ホールオブ・フェーム、システム・ショック。ゲーム・スパイ。2007年3月14日閲覧。AB、ザ・50ベスト・ゲームズ・エバー。 PC ゲーマー、エビー、150ベストゲームズオブオールタイム。コンピューターゲーミングワールド、エビー、システムショックにアットメトクリティック。メトクリティック、2007年4月13日閲覧。https、ニュース、ヤフー COJP、アーティクルズ、32F636 位ディフェブ1億9176万9107。 DD86891343 ビット 23A671A6F ハット ABCDEFGHIJKL スターダニエルアンインタビューウィズルキンググラステクノロジーズゲームバイツ2006年11月16日時点のオリジナルよりアーカイブ2006年1月26日閲覧 ABCDEFGH フラージ チューズデー、スミス、ハービー・モレーノ、AL ・クローズ、レイチェル、スタッフ、システム、ショック・ターミナル、アクセス・マニュアル、オリジン・システムズ・ハット・ ABCDE ・フラージ、チューズデー、システム・ショック・ ICE ・ブレーカー、オリジン・システムズ・ハット・ ABCRA に、サム・エデュケーショナル・フィーチャー、A ・ヒストリーアナリシス・オブ・レベル・デザイン3、D Computer Games ・コンピューター・ゲームズ、 ガンマスートラ、2006年6月23日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2007年3月15日閲覧。ABCD ラウズ3、リチャード、ゲームデザイン、セオリー&、プラクティスセカンドエディション、ワードウェアパブリッシング、500から531、ISBN1 から5562291278、ビールビー、マット、システムショック、You are all alone now. PC ゲーマー US ピコグラム14から16マリンソンポールゲームズザットチェンジドザワールドサプレメンタルマテリアル PC ゾーン2010年10月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2010年10月29日閲覧 ABC バウマンスティーブザトラックスオブヒズゲームズコンピューターゲームズマガジン2003年9月8日 時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年10月27日閲覧。ABCD ラスを、トリストラム、ミュージックトライブ、S ファンズはレインフォーエーショック。ボストンヘラルド、フィーチャーズピコグラム、047ハット a b c o ス、アリステア、ハウ、アイガットマイ、スタートインザゲームズインダストリー。ゲームキャリアガイド、2010年11月23日時点の、 オリジナルよりアーカイブ。2010年11月23日閲覧。ABCDEE、バーニー、スルーザール、キンググラス。PC ゲーマー、62、63、65、67、69、デマリア、ラスル、ウィルソン、ジョニー・エル、ディセンバー。2003。ハイスコア、ザイラストレーテッドヒストリー・オブ・エレクトロニック・ゲームズ。 セカンドエディション、マグロ・オーズ・ボーン、295から296、ISBN007222428 に課長。ギエソン、ウォーレン・スペクター・インタビュー、オン・ザ・プロセス・オブ・メイキング・エピック・ミッキー、システム、ショック・アンド・ダーク・ゲームズ。サンノー・ゼ・マーキュリー・ニュース、2010年12月22日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2010年12月27日閲覧。 ターナー、ベンジャミン、gamespy.com、ホールオブフェーム、システムショック。ゲームスパイ、2007年3月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年3月14日閲覧。キーファー、ジョン、20クエスチョンズ・ウィズ・オーレン・スペクター。ゲームスパイ、2005年9月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年1月26日閲覧。 システムショックにレビュー。ゲームスポット。2007年3月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年3月13日閲覧。バウエル、ダグ、システム、ショックレビュー。ゲームバイツ。2007年3月20日閲覧。ネクストジェネレーションマガジンイシューに、ピコグラム95、9 5ハットフェイヒ e e e LOVE、i o 0 7 XBOX360。アイオン ユーロゲーマー、2007年3月27日閲覧。ウォーレン・スペクター・オブ・イオン・ストーム。ユーロゲーマー、2007年3月27日閲覧。ドレーク、シャノン、インサイド・ザ・ルッキング・グラス。ザ・エスケーピスト・トークス・ウィズ・ケン・レビン。ザ・エスケーピスト、2007年3月27日、閲覧。ザ・モースト・ホリフィック・ビデオ・ゲーム・ボス。 ゲームデイリー2009年8月16日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年12月28日閲覧イグノスタッフトップ10チューズデーモーストメモラブルビランズイグノ2008年12月14日閲覧ハルバーシンデーブマイク・グリフィンヘザー・アン・キャンベルマット・カブラルエリック・エル・パターソンガールズ・オブ・ゲーミングプレイ6 P93 10スポット10ベストコンピューターゲームビランズゲームスポット2008年12月28日閲覧10スポット10ベストフィメールキャラクターズゲームスポット2008年12月28日閲覧ライトロブザ50グレ e テス e フィメ e m a l e c h a r a c t e ゲームヒストリー、トムズゲームズ、リトリーブドオン2009年1月7日ハットカールシン、パトリック、システムショックにアライブズ、オンスティーム。PC ゲーマー。2013年5月17日閲覧。AB 主治医師リメイク版、システムショックの初となる、スクリーンショットが公開、名作、ビオショックの源流となった、サイバーパンクの一人称視点 RPG。 オートマトン、2016年2月27日閲覧。主治石本、システムショックさんが、ついに正式発表。名作、バイオショックを生んだシリーズに、約16年振りの最新作。家庭用コンソールや VR 向けの展開も、オートマトン、2016年2月27日閲覧。奥谷海人、ウォーレン・スペクター氏が、 アザーサイドエンターテイメントに参加し、新作システムショック3のディレクターに就任。4gamer.net 2016年2月27日閲覧。ありがとうございます。